ひえー、暑い。梅雨の晴れ間です。助かった。今日は消防の白山の野市川北消防訓練大会の事前練習の日で、午前中は小型ポンプ、午後はポンプ車なので、朝から準備してます。テントの設営もありますということで、お天気良くてよかった。雨降った最悪。しかしこれ日焼け止めいるね。はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。このリズミカルな音は神丸氏の神でした。意外と硬い。今日はハウス張るのやめて除草剤散布で頑張ると言ってました。ちょっとしばらく天気続きみたいからね、今がチャンス。さあ動力散布機、高級除草剤決めるなら一発で、はあ、ロイアント高そう。バサグラサンプル新薬、サンプル新薬見せて、それノブエクタ。もうすごいよね。まあ若い衆が緻密にこの田んぼはこの薬剤ってやっとるから大変よ。ジジババ水回りわけわからなくなっとし指示してね。このタイプは水入れたらダメやからね。今日のゴリラシートいつの間にかちゃんとカバー貼ってあった。すごいね、ちゃんとここにピカにして。おお、ほんとや。金属ね、結構ねしっかりしたもの作っちゃうの、使っちゃう、ね、モールじゃないなっちゃう。これモールじゃないか。いや、うん、いや車、昔の古い車で結構ついてた、ついてた。横にサイズ分かる分かる分かる、うん、昭和やね。昭和や。昭和、これは78年か、うん、昭和55年。俺のはモールじゃなくてステッチが入ってるの。ステッチ、こういう感じでね。こういうほらピンク、こういうなんかサイズつける、そうそう、メッキな車ね、うん、今このメッキ部品著しく減ったよね。減ったね、はい、まあ、お金かかってたな。はい、でエンジン4気筒単気筒ね、ピストンも取られてる。さあ洗浄するんかな。さてさて、ここにいたか、ゴリラヘッド。ゴリラヘッドってわかる？ゴリラの頭やん。違うか。ゴリラの頭やんって。塗装剥がし剤スプレー、これ塗装なんかしたっけ？ねえ、うん、カーボンでほらもうスラッジ、もうスラッジすごいの、すごいすごい。わあ、うん、こんなゴシ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 引くれるから、ああこれがいいね。これ泡のやつで塗装剥がし、何これ水性で、うん、あのそんな水でさっと流せるやつ、そんなあの塩素っていうかほら業務用の薬剤使っとるわけじゃないや、薬剤の強いやつ使っとらんやんて。水溶性だから、あの塩素のやつはね、本当は水性タイプで塩素系溶剤を含まないので、処分も大変、人と環境に優しい、うん、なるほど。ちょっと弱いけど、うん、まあこれぐらいのもんなら十分ねんな。シューって塗って壊すシームでバッてやる。なるほど、ね、何回かやらないんだけど。わかった、まあ、結構きれいになる。楽しみやな、はい、うん、ゴリラのヘッドは頭やぞ。エンジンの頭のことヘッドってな、女子に分からんな。はい、はい、ご苦労さん。
さて小型チーム行くかい。平らに平らに、あの上かぶせてかんつもりやし、シート天気いいから。あ、こっちだよ。それはこっちや。後方装備はこっち全部入るか。忘れ物ないやろな。忘れ物ないやろな。椅子とまといの台。あ、そうや。はい、会場です。篠宮さんもフォースト VF63 パーツのいいやつやん、ね、ツーストのいいやつやん、ね、共用のやつやカーンってくるやつ。
放水中止。放水やめ。放水やめ。よし。排水やめ。よし。収納。残念。よし。もうちょっと放送置いといて。うん、第3放送巻いていいかな。も午前の部の練習終了。小型ご苦労さん。よかったよ、よかったよかったよかった。ゲビにはならんにはじゃない。23や投入で。ええんちゃう、ええんちゃう。
い、でポンプ車自然練習いきます。もう暑くてみんなぐったりしてます。ホース負けや。第2分がポンプ車リストでからもう一度ボールの総本大会事前練習のための全体決します。進行イエーイ。はーい、もう一回来ました。会場たくさんの時間来た消防訓練大会会場。もう練習してる皆さんやってます。さてさて、暑いぞ、めっちゃ暑いぞ。持って帰ったら失敗やったすでにすでにすでに計画が破綻しとる輸送車に積んどかないやったやん。ホース巻き巻きです。おい、ポンプ車の前誰合わすんや誰やあーんかつい、測った今からよし。第2戦闘開始。よ
2000延長始め。第2000延長始め。よし。放水中止。放水やめ。第一線放水やめ。第一線放水やめ。よし。排水やめ。よし。手動。収め。よし。ポンプ車走法を終了しました。よし。さあ、事前練習終わりました。帰るぞ。イエーイ。はい、じゃあ皆さんご苦労さー。はーい。わお、怖い怖い。はい、終了でーす。イエーイ。綺麗になっとる。ペッカペカやがい。ほら、ちゃんとね、一回ほら、油ささんなきゃすぐ喋れんって。うんうん。一回あてクリーンじゃねえわ、パーツクリーンで、パーツになって。さっきやっとったやつよ。あれ。メタルクリーンで洗った後はもう油ささんと錆びてくるよね。メタルクリーンの錆止め効果あるのに、僕はやっぱね、完全に剥離剤使うと、うん、油っ気が落ちるから。さっきスプレーでやっとったんや、シューって。これよ、錆びてしまうね、鉄。この塗料剥がし剤やと錆びてくる。何もかも錆びるよ、これ。気をつけたのに、どこでもね、こうやってどっかタンクでも、まあ綺麗になったはいいけど、浸水剤どこのとこね、剥げてくるわ。何で油さして、ペッカピカやん。あ、ちょっとヘッド見せてよ。そしたらこれ普通、おお、ピカピカやん。シールってほら、こう丸いリングみたいなのって、バルブシール、うん、うん、バルブシールね。だから一体ないんだ、ほら。え、打ち込んでないの？打ち込みじゃない、ほら。
全体なの？全体でこれがもう削って。へぇー。へぇーと思って。これ平野の。普通、あの、シートパンパンってなんか。うん、打ち込めんけど、うん。ちっちゃすぎてダメなの？それとも工程を減らしたの？いやー、小さい場合なのかな。いやー、普通。けど当たり面綺麗やん。だって動いてる。うん、スムーズやん。たら、うん、たこのリングがついてるはずだけど、全体的にこれ埋め込んじゃうのかね。埋め込んで削るんけ。すごいね。これ全体がバルブのシートの金属やね。これかなり特殊金属のはずだね。これダメになったらどうするの？これ抜くんかな。それごとどうやって抜くん？いや、なんか熱で炙って、あ、どうすんの俺。またここは回転リングが外して、うんうん、新しいシールシートつけて、ほんで、そういう専用の工具を削れんね、うんうん、ってこれ一体なっとくからどうするんかな。はい、着々と今日のゴリラでした。いい